昨シーズンこの淀川さくらでの札幌とのゲームは札幌が青木1対1で仕掛けます。高峰右足で打った、うん、奥野のブロック、トゥチッチが行く、落として荒野シュート、キム・ジンヒョン止めた、まだある、青木シュート、詰めているトゥチッチ、ロックされたこの後です。拾った後に、まあ、この荒野選手の落としからこの青木選手のゴール、さらに前からプレッシャーをかけるセレッソ、うん、原川、乾、乾、溜めて、山田のシュート、決まりました。 J1 2年ぶりのゴールは山田、セレッソのユニフォームを着て J1 でのセレッソでした。まあ、ここ2トップが追いかけて、ここをパスミス誘いましたよね。まあ、ここで溜めながら乾選手がねパスを出した、このワンタッチ目良かったですよね。まあ、ここのため打つと見せかけて外にっていうところ、ワンタッチ目でかわしながら、このサイド攻撃に注目ですが、ルーカス・フルナンデス右足インスイング、ファーサイドヘッド、飛び込んできました、札幌同点。いや、このルーカス選手のボールね、伸びてくるこのボール、最後よくね入り方も良かったですし、タイミングも入ってくるポジション高さのありましたから、まあ、非常にコントロールして、高峰裏を狙う、荒野クロス、金子の左足、キム・ジンヒョンキャッチしました。ここでフラッグ上がっています。高峰から青木、ワンタッチクロス、金子の左足だ、山田フリックして小前が回収します。かつては琴のドリブラーと称された小前、中原からブルーの面です。あ、岡村ブルーの面です、詰める、そのままシュートだー、セレッソ勝ち越し、2020年に札幌戦2ゴールを挙げたブルーの面です。いやー、ここもね高見選手からのバックパスが入って、横パスが入って、ブルーネス、やっぱりちょっと諦めずにやはりしっかり追っていったっていうことが、まあ、一つこのゴール生みましたよね。胸トラップ、北野セカンドボール争い、亀田、うん、こぼれたところ柳からワイド、金子巻いてきた、中島が来た、そのまま入ったか、金子のゴールか、それとも最後中島かわ、いやー、ここ金子選手のね少しカットインして、このボール良かったですよね。まあ、キーパーへ向かうボールで、まあ、これ中島選手触ってないとは思うんですけども、はい、まあ、ここに入ることでやはりこうキーパー迷いますよね。ドーグラス・オリベイラ、パワーのある選手です。運んでからシュートまで、一回シュートだ、キム・ジンヒョン、田中の右足だ、大谷セーブしました、ね、これ入ってますよね。ですよね、非常に悔しそうな表情を見せます。ここでホイッスルです。激闘は2対2引き分けに終わりました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.